サイコマンティスよ。彼がメリルさんを操ってるんだわ。その歌、彼の洗脳ミュージックなのよ。武器は使うな。気絶させるんだ。やったか。おいし。役に立たん女だ。ステルス迷彩か。手品の種はいつも幼稚なものだ。貴様、俺の力を信じてないな。世界最高のリーディング能力とサイコキネシス、今からお前に見せてやる。いや、声に出す必要はない。スネーク、サイコマンティス。俺はサイコマンティス。そう、俺には種はない。正真正銘の力だ。無駄だ、言っただろ。貴様の心は全て読める。貴様の性格を当ててやる。当ててくれ。いや、貴様の過去と言うべきかな。随分と慎重な性格だな。石橋を叩いて渡るタイプだな。戦闘も得意のようだ。潜入任務に向いているな。トラップに対する警戒も怠っていない。よほどの慎重派か根性なしに違いない。まだ信じないようだな。もう立ててみろ。貴様の趣味を言ってやろう。何もないようだな。貴様の記憶は空っぽ。セーブを怠ってるようだ。大胆なようだな。どうだ、貴様のことは手に取るようにわかる。まだ信じないようだ。俺の念力を見せてやろう。床の上にコントローラーを置いてみろ。よし、置くよ。じゃあいいか、置くよ。コントローラー置きました。できるだけ平らな床だぞ。いいな。マイクも近づけたぞ。行くぞ。今からそのコントローラーを俺が念力で動かしてみせる。うわ、おお、すげー。俺の力が分かっただろう。よーし、デモンストレーションはこのくらいにしておこう。ブラックマンドラゴン。ヒデオ、ビデオ、ヒデオ。よし、ここでコントローラー鬼に差し替えると。よいしょ。パクんなよ。ん？刺さったか。よしよしよし。そっとそっと。よし、いけるはず。あれ？あっと、危ない。アナログボタンが消えてた。どこだ？オッケー。あお。よいしょ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 。ああ。
グアマンティス。こっちか。ああ。ヒデオ。うわ。そこだ。貴様の心が読めない。あ。すまん。あ、お。ダブルかよ。デザートイーグル使うな。よし。攻撃していいんだっけ？やめろ！メリル！ちょっと覚えてねえな。よし。ははー。おとなしく死ね。そこだ。よし。よしよし。えっ。いや、どうするうちか。あお。やろう。ねえ。いや。よっしゃ。うわぁ、吹き飛んだ。うえ。大佐、あんたの命はなんとか無事だ。すまない、世話をかけた。マンティスが倒れたならメリルの洗脳も解けるはずだな、ナオミ。ええ、でもなぜそこまでして彼女を助けようとしたの？キャンベルさんのため？それとも彼女が好きなの？目の前で女が死ぬのは見たくない。あなたは人の死なんて気にも留めないんじゃ。ナオミ、確かに彼は多くの人間を殺してきた。だが殺人鬼ではないよ。人殺しには違いないさ。そうか。うん、もう一つの。俺には予知能力はなかった。予知能力なんかいらない。未来を変えていく勇気があれば十分だ。そうか、その未来と名を教えてやろう。メタルギアの地下整理基地へ行くには、この隠し扉を抜けるしかない。本棚の裏に隠し扉がある。地上ルートは氷河で埋まってしまっている。通信塔を越えて行け。その通信塔の渡り廊下を使うんだ。どうして俺に？人の心が読める。今まで何千人もの心